はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もスプラトゥーン2やっていくんですが、まずね、ここ最近結構ツイッターの方とかからかな、生放送とかね、YouTube の実況動画とか、見てくださる方がね、結構いらっしゃるようで本当にありがとうございます。でね、生放送とかにも、コメントしたりとか遊びに来てくれる方が、たくさんいらっしゃるので、本当にまずありがとうございます。他にもね、まだ、絡んだことない方とかね、いらっしゃると思うんですけども、ぜひねお気軽に生放送とか遊びに来てコメントとか残していただければなと思っております。楽しくやりましょう。ということで、本日は見てください、これついにヒーローシューター4日かかりましたけども手に入れることができました。まあね、ちょっとめんどくさかったんですけども、まあジャイロ鳴らしっていうのもあって、ちょっとねジャイロ練習を兼ねてヒーローシューターを取り入ってたので、まあなんとかねやりきることができて、とりあえずヒーローモードを一通りクリアっていうことで、ヒーローシューターがせっかく出たんでね、本日はガチエリアを、この武器使ってやっていきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。はい、ということで、本日1戦目アンチョビットゲームズかな、頑張っていきましょう。ヒーローシューター使うんでね、まあ、ヒーローのように戦っていきましょう。さあ頑張りましょう。もう僕のヒーローアカデミア大好きなんでね、ヒーローという、やっぱ男の子はね、ヒーローっていう響きに憧れますよね。さあ頑張っていきましょう。普段スプラシューター、寿司コラは使うんですけど、スプラシューター自体はそんなに使わないので、このね、クイボとかもあんま使わないんですけど、やった、ダウーフー、オーバーフロッシャー強い。射程長い、強い。いや、でも、この、クイックボムだっけ、これ使い勝手いいよね。2発で殺せるんかなだと思うんだけど、かなり使い勝手よくてね、今めっちゃ気に入ってんだよね。ちょっと倒し損ねた時とかさ、よいしょ、やべ、インクが、さあまずいけど、なんとか、ゲームとしては押せてるかなといったところで、よいしょ、ドン、カウントストップ。ガチエリアだとまだ、結構ねこの着地がまだ使いやすいかなって感じで、エリアとかはスプラシューターとかね持ってこようかなとか思ってるんですが、最近ね寿司コラちょっと練習してますね。寿司コラ練習してるっていうか、ジェットパックをね練習してるんですよ。ちょっとまだね、まあジャイロもねさすがにもう4日目になるので酔うってことはなくなってきましたね。さすがにまだちょっとたまに怪しい時ありますけどね、酔いかけてんな俺みたいな時ありますけど、よいしょ、さあドーン着信、 OK、 ナイス。まずいよいしょ、ほいほい、ちょ逃げて、俺逃げて夏逃げて、よし OK、 ナイス、よくやった。逃げ足は超一流、ビビっていきましょう。うわマジか、ちょっと待って、エリア軽く塗りつつここいると死ぬ、ナイス。ということでね、1戦目特に活躍をしたっていうわけではないんですけども、まあなんとか、ノックアウトかなということができたので、まあ、この調子でもう1戦頑張っていきましょう。さあということで、第2戦目美術大学、なんとか美術大学、ちょっと難しいかな俺にとってはこのステージは、ということでね、頑張っていきましょう。ちなみにねこう生放送、の方でもうちょっと俺がねこうジャイロとか、まあ、操作に慣れてきたら、みんなのね参加型でリーグマッチとかやってみようかなと思っているので、よかったらねみんなで遊びに来てください。楽しくやりましょう。 OK、 やった1枚やった。待ってブラスターが見てる、いやそんな見れてない、うー負けるか、惜しかった。エイム自体はそんなずれてるわけではなかったので、ちょっと惜しかったね。あ、そこだったら飛んでも死ななそう。今なら。待って、雨来てる。よし、ちょっと一旦撤退しつつ。危ね。
よいしょ。ブラスターそこから撃ってきてんのか。ガチエリア確保。ナイス。あんま詰めてこないですね。よいしょ。勝てる。うわー、打ち。いや、なかなかこうまだね、ジャイロに集中しちゃうと敵の位置とかをね、すごい潜られた時に、インクに潜られた時見失っちゃうんですよね。まだ結構意識しないとね、ジャイロが動かないような段階ではありますね。酔わなくはなったんですけど、まだちょっとね難しいので。まずいな、どうしよう。あー、マジか、やんなくてよかったな。よし、ここもう一人来るんで、これ倒して OK で、ちょっともうここは強気に攻めてみようか。たまにはね、やっぱやめるわ。怖えわ、何がどうなってんのかわからん。ここにいればワンチャン。いやー、相打ちか、くそなかなかうまくいかないですけども、これでもねちょっと上達してきてますんで、今なら飛べるかな。あ、ちょっと危ない。ギャンブル、いや大丈夫だね。ナイスナイスナイス。味方強くない？オッケーオッケー、逃げれた。待って、そこいるよ、そこいるよ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。オッケー、倒した。危ねえ、よく今クイックボム打とうって思えたわ。成長したわ。さあさあさあ、着地溜まってるんで吐いていきましょう。そこいるよね、相手も着地。さて、ここでちょっと一旦落ち着いて状況を見ながら少しずつ塗っていって、上にもいるんか。上いるよ、上。多分まだいる。着地、あんま意味なかったけど、まあ脅しにはなったでしょ。何のだよっていう感じだけどねさあ、試合がねもう結構終盤。うん、まだ分からんな。勝てるとも言えないしね、これ。味方が強え。さて、ちょっと横からちょっかいかけに行こうか。こっち来てるな。待って、一旦撤退。うわー、無理だ。マジか。あのブラスター結構射程長いのね。さて、いや、このまま行けば意外勝てそうではあるんですけど、まだ全然油断できるレベルには達してないな。よいしょ、ちょっと頑張って塗っていって、ちゃんとミサイル避けて、カウントストップ入った。オッケー、倒した倒した。オッケーオッケーオッケー、倒したけど雨降らし効いた。よし、着地入っちゃう。よしよしよし、ミサイル吐かせなかったんじゃない。オッケーオッケー、倒した。おっしゃ、結構気合の最後奮闘したけど勝ちましたね。いや、危なかった。途中ちょっとヒヤッとしたけども、なんとかね、ノックアウトとまではいきませんが、処理することができました。ということで、本日もねスプラトゥーンの動画ご視聴ありがとうございます。よかったらね、この YouTube チャンネルのチャンネル登録、並びにね、オープンレックの方のフォローもよかったらよろしくお願いします。 URL は概要欄に貼ってあります。よかったら飛んで、フォローして遊びに来てみてください。あと Twitter の URL なんかもあるので、Twitter まだ知らないよっていう方いたら、よかったらそこから飛んでフォローしてください。極力ねフォローバスするようにしておりますので、
よかったらよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。